半海電気軌道も701系電車は1987年に登場した半海電気軌道が保有する路面電車用電車。半海電気軌道としてはも351系、以来24年ぶりとなる新車で南海電気鉄道から大阪軌道線が分離した後、初めての新車。半海電気軌道の主力車両である。 1> も1 5 1系の置き換えを目的として、まずも701が1987年6月12日に、搬入、同7月1日より営業を開始し、1995年までにも701対も711の11両が、東急車両製造で製造された。東急車両製造による、国内向け炭鉱路面電車としては、1964年製造の、 東急デハ150系電車以来の新造車となった。当時路面電車製造の多くを手掛けていたアルナ工機ではなく、東急車両製造が選定されたのは南海電気鉄道の車両発注の管例に倣ったことによる。電気指令式ブレーキに加えワンハンドルマスコンを採用した高性能車。他社に比べて強力なブレーキ力のために、 車の追突を防止する目的で全消灯の横にブレーキランプが設置されている。微灯は前面方向膜の左右に装備する。性能最高速度は時速 60km であるが、認可速度が時速 50km であることと、時速 50km 以上出すとヘビ行動が起こり、車両によっては線路状態の良くない箇所で時速 40km 程度から、 左右に激しい揺れが発生し出すこともある。このために、本来の性能をフルに発揮できていない。これまでの形式で用いられていた、筆型パンタグラフに代わって、Z 型パンタグラフを装備して登場した。側面方向膜が用意されたのも本形式からである。側面窓は、上段加工、下段上昇の二段窓となっている。また、 最終造備車のも710も711は乗降口のステップが従来の1段から2段に変更され乗り降りがしやすい形状となったこの2段ステップ型の乗降口は後に製造されるも601型に踏襲されているほか2007年からも709以前の車両についても2段ステップへの改造が順次行われている2010年3月末で 最後に残ったも705の工事が完了し、も601型、も701系、全18両の二段ステップ化が完了した。2004年に、前者の行き先表示機が、従来の幕式表示から LED 表示へと変更された。ちなみに行き先表示幕の時は当時流行の丸字が使われていた。2010年2月にも708のパンタグラフが、 Z 型パンタグラフからシングルアームパンタグラフに換装され、半壊で初めてのシングルアームパンタグラフ装備車となった。ついで2011年3月にも704も同種の換装が行われた。その後、も708については2011年の全検時に Z 型パンタグラフに戻されている。2021年にはも700にもシングルアーム化されている。 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW 鉄道ファン第27巻第9号公有者1987年9月56から58ページ ABCDEFGHIJ 鉄道ジャーナル第21巻第11号鉄道ジャーナル社1987年9月15から24ページありがとうございます